はい、今日は、あんまり顔が見えてないかもしれないんですけど、ブラックリムズ店主です。はい、で、今日はちょっとうちのお店の、植物一応販売してるんですけど、このコーナーをちょっとご紹介したいなと思って、おります。はい、で、早速じゃあやっていきますんですけど、実はこの植物のコーナーは、一つの、謎多き植物展ということでなんだそれみたいな感じなんですけど、ファンキーゴリラプランツという、名前を持った、謎の植物展が、うちのお店をジャックしてるっていうことになってるんですよ。で、実はまあそれはどういうことかといったら、まあ、簡単に言うと、まあ、僕の、友達の、男の子が、植物好きすぎて、ちょっと始めたちょっとこう副業ですね。はい、をうちだけでやってるっていう感じなんですけど、で、そのファンキーゴリラが、器、まあこの鉢ですね、植物の鉢から植物の樹形まで全部選んで、卸業者から買ってきて全部自分で鉢にこう植えるところまで全部やって、で化粧のこういう石ですね、砂石を全部それぞれの鉢に合わせてこういう風にした方がいいんじゃないかっていうのを、全部やってくれた上でうちに納品しに来てくれて、お店で展開してるものになります。まあ、ちなみによく値段聞かれるんですよ。めっちゃ安いのとかだったら、例えばこれ、このウィリアムシーっていうやつなんですけど、こいつなんかだと1000円。はい、これちょっと興奮いてるんですけどね、超かわいい、見えるんかな、こんなんとか1000円、これ高くないですよね。でもこいつの親分みたいなやついるんですけど、よいしょ、こいつ、これもウィリアム氏なんですけど、こいつもすっごい興奮いてやばいんですけど、これはうちで扱ってるあのハサミポーセリンっていうお皿のメーカーのものを使っていて、彼が、独自で穴を開けて、はい、穴を開けて植木鉢にして加工したものになります。これはかなり奇形奇種みたいなんで、この鉢とセットで7000円。いいですねこれ、かなり木質化してきてかっこいい感じになってます。はい、こういう感じですね。そうだな、まあなんか特に僕おすすめポイントとしては、まあなんかそのファンキーゴリラが言うには、そんなに珍しい種類、うん、樹形とかがまあちょっとかっこよくて、珍しい種類ではない、本当一般的なものをどう見せるかで、なんかかっこいいとかかっこよくないとか、なんかまあ自分が気に入るかどうかっていうのをまあこうやっていくのが楽しいのかな、多分僕が理解したのはそんな感じなんですけど、彼の美的センスの中で生まれたこの一つの作品という感じで取り扱いさせてもらってるんですけど、すごいかっこいいんですよね。これもなんかこんな感じであるんですけど、これアデニウムって結構今一般的になってきたかな、結構人気があって、ここの部分が水のタンクになってるんですけど、ここが、こいつらの栄養を保ってる一つの、給水ポイントみたいなやつですね。でそういうのがある、こういうのもこれジャガモンみたいな、これ冬場だともうここだけになっちゃうんですよ、この今3本伸びてるところは全くなくて冬眠しちゃうんで、こいつはここだけになっちゃうんですけど、こんなのもあったりとか、今のでも植木鉢も全然違いますよね。でこれなんかめっちゃ可愛くて、アガベって言って、そんなに種類としてはもう本当におばあちゃんの実家の玄関先にありそうな品種なんですけど、ね、これなんか葉が一枚一枚可愛いんですよ。で横からこうやってちょっと出てきたりとかしてて、でこういうちょっと素焼きの鉢
改めてやっぱいいなっていう思えるような感じのものですね。これもだから彼がこういう樹形、このものの形自体がかっこいいなっていうところで、こういう鉢だったらかっこいいんじゃないかっていうので、もうこのまとめて彼のセンスがこう味わえる作品になってますね。植物、そんなぐらい、まあ僕も作品だと思ってます彼の。はい、例えば、まあ、これとか3500円です。これとか3000円とか、はい。で、例えばこういうちょっと珍しいやつもあるんですよね。はい、これ超高いです。これ1万円オーバー。この鉢自体も高いらしいんですよ。これは作家さんが作ってるやつみたいで、こういうのもありますね。はい、いやー、でお水やりなんかもやってると、僕もこう植物に対して愛情が出てきて、ちょっと手放したくないなって思えるぐらい、すごいこう感情移入できるぐらい成長過程も見れてすごい楽しいんですけど、お家にね、間取りはこういうところがある人はぜひこういうのね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で、例えばファンキーゴリラも言ったんですけど、ちょっとこういう大きさの植物が欲しいとか、そういうのがあれば、またぜひ、リクエストにもお答えできたらなと思ってるんで、どしどしお申し付けいただければなと思っておりますので、ぜひまたこの店頭に、まあ、これ随時やっぱりね、一点物なんで変わっちゃうんで、次来ていただいた時にはこれが全部ないかもしれません。全部あるかもしれません。それは分からないですけど、見に来ていただければと思いますんで、その時にまたリクエストもお待ちしております。ぜひよろしくお願いします。では今日はこんなところで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。概要欄も見てね。よろしくお願いします。